こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。調子に乗って受注した結果大赤字になり、自転車操業の韓国の造船業ですが、日本が韓国に生産受注し調子に乗っているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。次世代エコ船舶であるアンモニア推進船第1号船首を目指す競争が激しい中、かつて造船技術大国だった日本からも韓国へのラブコールが送られている。日本の船社は最近アンモニア推進船に転換できるアンモニアレディ船舶建造を現代大浦造船に委託した。世界で初めて米国船級協会 ABS の基本認証を受けたアンモニアレディ船だ。造船業界と外信が明らかにしたところによると、日本の飯野海運船社は最近現代大浦造船に23000CBM 級のアンモニアレディアンモニア運搬船を発注した。現代大浦造船は2023年12月に引き渡す予定だ。アンモニアレディは LNG 液化天然ガス、 LPG 液化石油ガスなどを燃料に推進する船舶を、今後アンモニア燃料推進船に改造できるよう設計した船舶だ。アンモニアは燃焼する際二酸化炭素が全く排出されない環境に優しい燃料だ。水素をアンモニアで合成して運送できることから水素キャリアと呼ばれる。特にアンモニアは氷点下235度の極低温を維持しなければならない液化水素より高い温度で運送することができる。今回現代大浦造船が作る船舶は、飯野海運と賃貸契約を交わした日本三井社のアンモニアを運送する予定だ。三井はアジア市場で年70万トンのアンモニアを扱っている。日本も昨年から今治、NYK など造船海運業界がアンモニア推進船及びアンモニア積み荷荷役技術開発など総合プロジェクトを推進中だが、初アンモニアレディ船舶は韓国に委託した。それだけ韓国の技術が進んでいることを認めたわけだ。国内造船業界はアンモニア推進船が2025年頃常用化されるものと見ている。造船業界関係者はアンモニアレディ船舶は LPG 船舶と構造、エンジン、設備などが似ているとし、韓国がすでに高い水準の LPG 船舶技術力を持っているため日本から発注されたと説明した。現代重工業グループの造船持ち株会社である韓国造船海洋には、アンモニア推進船第1号船首になりたいという海外船社から共同研究開発を提案されている状況だ。日本の船社が今回発注した船舶について、世界で初めて ABS 認証を受けたアンモニアレディ船舶という事実を強調したのも同じ脈絡からだ。かつて世界造船トップの国だった日本は、次世代船舶だけでなく従来の LNG や LPG 船舶も韓国に発注している。映像船海運市況分析機関クラークソンリサーチによると、今年1月日本の船舶会社は韓国の造船会社に11隻を発注したと集計された。 LNG 船5隻、液化石油ガス、 LPG 運搬船4隻、タンカー2隻などだ。クラークソンリサーチの集計から抜け落ちたサムスン重工業の受注物量まで含めると15隻に上る。サムスン重工業は先月末、日本の NYK とロシアのソブコムフロットが共同発注した LNG 船4隻を受注した。造船業界関係者は、日本の船社も自国発注を望むだろうが、要船主、賃金を払って船首を使う人や機関が入っている場合、要船主の意見を無視できないとし、韓国造船業界が世界一位の技術力を持つだけに、韓国造船社が作った船舶を望む要船主が多いと伝えた。それではネットの反応です。これを作ってほしいと言って作り終えたら、言い訳しながら文句をつけながら設計図を出せと言って、出さなければお金を払わないと脅して
設計図と技術を引き抜く結果になるのではないかと心配になる。作ってあげるなら技術泥棒に気をつけろ。日本は卑劣で真偽のない種族だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。